皆さんこんにちは。さあ始まりました、学生トークライブ。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、今日はこの6人でトークライブ進めていきたいと思うんですけれども、まずはじめにね、おのおの自己紹介からスタートしていきたいなと思っております。じゃあまず僕から、本日司会を務めさせていただきます、理学部理学科物理コース2年生の鈴木そらです。よろしくお願いします。休日は主に、まあ、歌うことが好きなので、結構カラオケとか機会があれば行ったりしてます。よろしくお願いします。ということで、僕から見て反時計回りにね、紹介していこうと思います。じゃあ最初に松本くんお願いします。はい、人文社会科学部、総合法律コースに所属しています。2年生の松本健一です。そうですね、休日は、まあ、アニメを見たり、まあ、少し、まあ、資格勉強をしたりっていうような感じで過ごしています。よろしくお願いします。はい、お願いします。では続いて千尋さんお願いします。はい、人文社会科学部人間文化コース1年の門田千尋です。休日は課題やアニメを見たりして過ごしています。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ続いてお願いします。はい、人文社会科学部人文社会科学科1年井上蓮です。休日は朝にジョギングをすることが日課となっています。よろしくお願いします。はい、じゃあ1個僕を飛ばして、続いて佐々木さんお願いします。はい、医学部看護学科1年の佐々木ひかるです。休日はアニメを見て過ごしています。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ最後に中丸さん、よろしくお願いします。はい、理学部理学科で数学専攻しています。3年の中丸優也です。休日の過ごし方としては、山形市内散歩するのが日課となっています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今紹介した以上6名で今回はトークテーマやっていくんですけれども、このね、僕の後ろにあるモニターにあらかじめ用意しておいたトークテーマに沿って話していく形となりますので、45分間、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあまず初めのトークテーマいっちゃいますか。じゃん、受験当日の行動。これはね、結構皆さん気になるんじゃないでしょうか。で、この6人もね、多分おのおのそれぞれの行動の仕方があったと思うので、これは1人ずつ聞いていこうかな。じゃあさっきの自己紹介順と同じように松本くんからよろしくお願いします。はい、そうですね、私は、センター試験 と、一般前期の、試験を受けて、山大に入りました。まあそうですね、当日の過ごし方としては、まあ、結構、自分をリラックスさせることを意識して過ごしていたかなっていうような感じです。まあ、主に前日とかに、まあ過ごしたいように過ごして、まあ、食べ慣れたものを食べてっていうような感じで、当日、まあ、リラックスして過ごせるような感じで、過ごしていました。まあ、あとは、はい、地図とかを見て大学への行き方を調べたりとかっていうことはしていました。なるほど、ありがとうございます。食べ慣れたものって何ですか、ちなみに。そうですね、まあ、前日の夜、まあ、前泊したんですけど、その時はコンビニのおにぎりを食べましたね。なるほど、そうですね、 今時ね、どこにでもコンビニあるので、もちろん山形市にもいっぱいありますので、ぜひ、まあ、食べ慣れたものがそれならなんか食べてもいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。じゃあ続いて、その隣の千尋さん、どんな感じで当日、まあ、前日過ごしてましたか。はい、私は共通テストとあと一般試験の前期を受験しました。で、共通テストの前日は理科の科目とか暗記科目を最後まで詰め込むようにして、で、一般前期の時は自分は漢字が得意なんですけど、漢字の練習をやって心を落ち着かせていました。なるほど。ちなみにその漢字のなんかおすすめのテキストというか使ってたものとかってありますか。あ、漢字のおすすめのテキスト、あ、使っていたテキストは寸大の生きる漢字語彙力というものを使っていました。なるほど。なんか皆さんもね、聞いたことあるんじゃないでしょうか、生きる漢字語彙力。僕も聞き覚えがあるので、ぜひね、なんか手元にお守りみたいな感じですか。そうですね。いいですね。じゃあそれをね、持って自分の自信のある暗記科目とかやるといいのかもしれないですね。じゃあ続いて隣行きましょうか。井上くんお願いします。はい、僕は共通テストと前期一般試験前期を受けて、
当日は一人でいるとちょっと不安になっちゃうので、友達と軽い話をすることで自分をリラックスさせていました。なるほど。僕も結構その一人でいると緊張しちゃう派なので同じですね多分。ありがとうございますじゃあ、続いて佐々木さん、光さんお願いします。はい、私は共通テストと推薦の2を受けたんですけど、共通テストの時は私はレン君と逆で喋ると気が散っちゃうのでなるべく一人で落ち着いて行動するようにしていました。推薦の時は前日にホテル、キャンパスの近くのホテルに全泊したんですけど、今まで面接の準備に使ってたノートをずっと見直してこう落ち着いて頑張ろうっていう気合を貯めてました、はい、なるほど、ありがとうございます。面接、僕はあんまり面接の経験ないんですけど、なんかノートとかって作るんですね。はい、志望理由とか質問されそうなことをあらかじめ用意しておいて、こう考察したりその文章とか箇条書きとかをまとめるノートを作ってました。なるほど、ありがとうございます。じゃあぜひね、面接に向かう人はお守りみたいな感じで、まあ、さっきも言いましたけど持って行ってください。じゃあ最後に中丸さんお願いします。はい、私はセンター試験とあと前期入試に挑みました。で、まあ、前日の過ごし方としてさっき松本くんも言ってましたけど、まあ、リラックスして過ごすことを意識していました。で、私宮城出身で、まあ、あまり全泊する意味もないかもしれないですけど全泊しました。で、前日は本当にあまり勉強せずにその山形市内ぐるっと回ってとりあえず歩いてリラックスすることを心がけていました。はい、なるほど。全泊した時は何か食べたんですか？やっぱりその、ね、自分の慣れてるもの、さっき松本くんも言ってたんですけど、なんか自分的には本当はその山形にせっかく来たので山形らしいものを食べようと思ってたんですけど、なんか歩いて何が山形らしいのかなって分からなかったので結局モスバーガー食べて終わりましたモスバーガーね、まあ、ある意味食べられたものですか？そうですね。じゃあぜひね、今画面の前高校生の方なので、なんかぜひ山形来たら全泊したらこれいいよみたいなのありますか？そうですね、山形そば有名なのでやっぱり前日何でしょう、なんかあまり次の日に負担にならないものを食べた方がいいと思うので、そばとかおすすめかなって思います。確かにいいですね。山形水もきれいなのでそばも有名なんですよね。ちょうどあっさりしたものなのでちょうどいいと思います。はい、ということで、まあ、受験前日の行動はこんなものですかね。で、あと皆さん今見てくれてると思うんですけれども、質問がありましたらね、ぜひ Q&A 機能っていうのがあるのでどんどん質問してくれて構いません。あ、ありがとうございます。早速来ましたね。試験当日雪の影響はありませんでしたか、ということなんですけれども、じゃあ宮城出身という中丸さん、なんかありましたか、そういう山形との違いとかその雪関連で。そうですね、自分の年、まあ、自分の年もあと空くんとかあと松本くんの年はあまり雪なかった年なのであまり雪の経験がないんですけど、去年結構降りまして。ああ、なるほど。じゃあ去年といえば、じゃあレン君とかどうですか？僕は山形県出身なんですけど、めちゃくちゃちょっと滑ったりして怖いですね。なるほど。結構慣れてても去年は結構降ったんですけど、一昨年が全然降らなかったので、はいはい、まあ、降らない、もうなんかもう慣れもなくなっちゃってて。あ、なるほど。もうすごい滑ります。あ、じゃあもう結構そういう、なんだろう、山形ゼミだといいけどね、交通網とか宮城県から来るとかだったら結構もう結構大変かもしれません。なるほど。じゃあ雪の影響は結構あるってことで、ありがとうございます。質問、あ、結構質問来てますね。推薦に向けての対策を教えてくださいってことなんですけど、これは光さんどうですかね。多分医学部だからあんまりかなと思うんですけど、医学部看護学科の推薦2の入試は面接だけだったんですよね。で、私は山大が第一志望だったので12月冬休みくらいから面接の対策を始めて、結構1月試験は2月だったんですけど、1月までずっと面接練習入れて先生に付き合ってもらってましたね。なるほど。じゃあその今質問最後に来てる面接を受けた人に聞きたいのですがっていう、面接で苦労したこととかもなんかついでにちょっと語ってほしいなって思うんですけど、何かありますか？私は苦労したのは志望理由書がギリギリまでちゃんと決まらなくって、もう
本当あなたらしい志望理由書を書いてってずっと言われてて、なるほど、こう自分と向き合う時間が多分多いので面接の 人ってだからこう自分を今まで何をしてきたのかとかこれから何ができるのかっていう自分らしい志望理由書を書くのに苦労しました。なるほど。それどうやって解決したんですかね。なんか解決、結構自分の見つめる期間を取ったみたいな。ボランティアとか部活動の副部長とかをやっていた方ではあったので、それでそれやっただけじゃなくて何を感じたのかとか何を学んだのかとかまでちゃんと考えるようにしました。なるほど。じゃあそういうことでありがとうございました。でね、今たくさん質問来てるんですけれども、時間の関係でちょっと次に進みたいなと思います。そしてその山形大学に来てよかったと思うところの質問については最後後ほど回答するので、待っててください。ということで、続いてトークテーマ今一つ目消化したので続いてのトークテーマいきましょう。じゃん、山形っぽい話ということでね。ちなみに山形出身の人いますか？手を挙げてください。なんとこのトークメンバーの中でね、一人だけレン君がこう山形出身ということで、こう外から見た山形とね、こう中から見た山形なんかいろいろ聞けるかもしれないですね、このトークテーマは。じゃあ誰に聞こうかなって感じなんですけど、じゃあ中丸さんどうですか？何か山形っぽい、宮城から見た山形というか。そうですね、まあ、宮城平地というか平野なんですけど、山形盆地なので坂多いですよね。なるほど。なんか山形駅よく行くんですけど、大学から山形駅行くにはすごい坂道なので自転車だと楽なんですけど、帰り逆に上り坂なので結構そうですね、大変だなって思います。確かに坂多いですよね。なんかあれですか、やっぱ自転車とか使う機会が多い？そうですね、自転車は結構使って、まあ、やっぱどっちかは楽なので自転車使うようにはしています。なるほど、ありがとうございます。山形っぽいですねちょっとマイナスな方ですけどね、今の意見です。じゃあ続いて、じゃあヒカルさん何かありますか、山形っぽいなって。私出身北海道の函館市なんですけど、暑いですなるほど、北海道の方からしたら結構暑い。暑いし湿度が高くて、もう夏、エアコン様々です。暑い、今もう夏真っ只中ですけど、どうですか？でも結構こっちに順応してきて帰省した時には涼しいって思います。なるほど。そうですね、夏暑いし冬はね雪がすごいんですよ。今1年生だから多分分かんないと思うんですけど、どうですか雪？ちなみに松本くんは2年生なんで冬を経験したことがあると思うんですけど、山形の冬どうですか？そうですね、まあ結構なんていうか、山形結構寒いんだろうなっていうふうには思っていたんですけど、結構予想以上になんか寒かったっていうような感じですね。結構私は千葉県の出身なんですけど、そこだと全然雪とか降らないので、まあなんていうか、こんなに積もるんだなっていうふうに思ったっていうのを覚えています。なるほど、ありがとうございます。ということで、まあ、季節感のある山形ってことですけど、ちょっとマイナス面が強かったので、ここで地元の山形をね、いいポイント教えていただきたいなって思うんですけど、レン君なんかありますか？確かに雪は降るんですけど、結構災害に強い。あ、災害に強い感じがしますね。例えば地震とかでも山形は、まあ、山形大学にもしも来る機会があって、まあ、ほぼ地震来ても津波とかは来ないし、台風とかも盆地ってさっき出てたんですけど、山に囲まれてるので途中で山にぶつかったりして消えるんですよね。あ、そうなんだ、なるほど、いいですね。それは結構安心して住めるってことで。まあけど高校の頃は休みたかった時がちょっと休めなくなったりしたのでちょっと、まあ、ある意味マイナス面かなと。それはね、まあいいですね、でも安心して住めるということで。結構質問来てますね、ありがたいことなんですけれども、どうしようかな、何かありますかね。あ、じゃあまあ、とりあえず質問はこちらで回収できる質問はさせていただくので、もしちょっと難しいなと思うものがあればそのホームページを見ていただければいいので、こちらでは多分回答できる範囲でさせていただきます。はい、じゃあありがとうございます。山形っぽい話今聞いたんですけど、僕意外だったのがなんか美味しい食べ物がいっぱいあるみたいなのが出るかなと思ったんですけど出なかったですね。なんか千尋さん何かありますか、そういう美味しい山形ちょっとアピールしてくださいよ、せっかくなんで。美味しい食べ物、いや食べ物は全部美味しいと思うんですけど、
そうですね、あの大学の周りに結構お店があるので、はい、あの私何回か行ったんですけど、あのいろんなお店があっていいなと思いましたありがとうございます。今ね質問にもラーメンが美味しいと思いますって言ってくれたんですけど中丸さんすごいうなずいてますけどどうですか、なんかおすすめのラーメン屋さんとかあります？そうですね、大学近くにちょっと店名忘れてしまったんですけど辛味噌ラーメンの店あって前行きまして、戸上ですね、戸上さんですか、言っちゃっていいのか分かんないですけどはい、まあ、とか、他にも冷やしラーメン山形有名なんですけど、そのちょっとここも店名忘れたんですけどあの七日町ってところにあるので、そういうのもおすすめかなって思ってます。いいですね、冷やしラーメン聞いたことありますか？冷やし中華じゃないですよ、冷やしラーメンですよ。山形来たらぜひ食べてみてください。さあ、ありがとうございます。じゃあ皆さんの山形っぽい話が聞けたってことでね、何かじゃあそうですね、じゃあ次のトークテーマいきますか。じゃあ3つ目のトークテーマはこちらです。じゃん、山大ならではのことということでね、質問でもいっぱい来てました。山形大学ならではありますかということで、ここで話していきたいと思います。まあじゃあ誰にしようかな。松本くんどうですか、山大ならではのことここを強く推したいみたいな点ありますか？そうですね、結構山大だといろんなあの人との出会いがあるっていうのがいいところかなっていうふうに個人的には思ってます。それはなぜ？まあ結構、まあ、午前中の話でもあったかなと思うんですけど、山形大学結構いろんな学部があって、まあ、特に1年生の間はあの全部の学部が小白川キャンパスで過ごすことになるので、まあ、いろんな学部の友達が作れるっていうところがいいところかなと思ってます。なるほど、いろんな学部の松本くんどうですか、なんか2年過ごしてきていろんな学部の友達できましたかね実際？そうですね、まあ、結構、僕もできたので結構なんか違う学部のこと話したりとか、そうすると結構面白いなと思う時はありますね。はい、ありがとうございます。じゃあ1年生 どうですか、千尋さんとかもなんかいろんな学部の学部間の友達とか？そうですね、と学部共通の授業を私は取っているので、そういうところであの工学部の人とか農学部の人とかとかも、ちょっと仲良くなったりすることができました。いいですね、大学はやっぱこう専門性のある人がこう、ね、その道の人がみたいな感じの人たちがいるので、そういう人たちと関わるとやっぱりなんか、ね、いろんな見識が広がるというかあると思うのでいいと思います。ありがとうございます。じゃあ続いて山大ならではのこと、中丸さんちょっと教えてほしいな。ちょうど質問にもね、サークルや学園祭の状況を教えてくださいなんかも来てるので、なんかそれに交えても。そうですね、サークルの面で言うと山大はサークル数が、まあ全国の国公立大学の中でも1番2番に多いって言われている大学で、すごいサークル数豊富にあります。なるほど、サークル数が多い、まあ確かにそうです。なんか特色のあるサークルとかは？そうですね、まあ、山形ということで花笠祭りってあるんですけど、その花笠祭りで踊っている、まあ、花笠サークルっていう四面楚歌っていうサークルがあって、山形ならではだなって思ってます。いいですね、四面楚歌。四面楚歌、ちなみに四面楚歌のサークルに入ってる人とかっていますか？あ、ひかるさん、じゃあなんかありますか、コメント、それについて。まだコロナのあれで、練習自体はあまり参加できてないんですけど、いいなと思うところはやっぱりいろんな学部の人がいるっていうことと、あと農学部と工学部は移動になっちゃうじゃないですか、2年生から。でも行った先にも四面楚歌っているので、1年生のうちはサークル入らないでおこうかなって思ってる移動組の人たちも意外と入れるサークルだなと思います。なるほど、それはいいですね。その山形大学の、まあ、キャンパスの特徴として、そのキャンパス間の距離がめちゃくちゃ遠いっていうのがあるんですよね。そういう時にもやっぱりなんかこう1年目は小白川キャンパス、今ここ小白川キャンパスなんですけど、でやっても2年生になるとやっぱちょっと遠い距離移動しなきゃなっていう時にサークル入るの迷うけど、そういうのがないみたいな、続けられる。ああ、いいですね。じゃあ四面楚歌、まあ結構特色のあるサークルとしては四面楚歌挙げられますね。ありがとうございます。ということで、あ、じゃあちょっと山大ならではのことではないかもしれないけど、ちょっとキャンパスに関わる質問が、山形大学に学食はありますかってことなので、じゃあ松本くん答えてあげてください。はい、そうですね、結構小白川キャンパス結構学食が充実してるかなっていうような感じです。
まあ、そうですね、店舗がいくつかあったりとかして、まあ、僕も結構利用しています。はい、ありがとうございます。そうですね、店舗は具体的に言うと何個だろうな、6個くらい、5つか6つぐらいですかね。まあ、ちょっとどうかわからないんですけど、結構いろんな学食があって、いろんなとこでみんな食べてるって感じですね。ちゃんと安くて美味しくあるので安心してください。はい、そんな感じですかね。そうですね、質問今見てますあ、じゃあ山大のね、このならではのことっていう質問なんで、質問じゃないや、トークテーマなんで、このそれぞれの学部から見てそれぞれの学部の印象を聞きたいですっていうのをちょっと聞いていこうかな。急なんですけど答えられますか？レン君喋ってないから、レン君どうぞ。なんかありますか？はい、どこ学部だっけ？人文社会科学部、人文社会科学科で、最もでは分からないですけど、結構人数の多い方の学部なんですけど、そうですね、みんな真面目っていう、真面目だけどメリハリができて、結構楽しむときは楽しむという感じはしますね。なるほど。から見て、例えばじゃあ理学部とか工学部とかのイメージとかっていうのはありますか？まあ、1年生だから、まあ1年生なんですけど、まあ、工学部はなんか女子が少ないから、ちょっとジメッとした雰囲気っていうとあれなんですけどそれしかないですね。いや、まあ工学部といえばね、もう日本有数のものなんで、はい、山形大学、まあ、すごい高みを目指す人たちが集まってる感じがね、結構まあジメッとはちょっと言い過ぎかもしれないですけど全然1年生の時はね、みんなこじらかキャンパスなんで、そこでもういろんな関係作っていただければ構いませんので、ありがとうございます。ちょっと急にね振っちゃったので申し訳ないごめんなさい、すいません。ってことで、じゃあまあそろそろ次のトークテーマいきますか。ということで、今3つ目、山大ならではのことを言ったんですけど、トークテーマ4つ目お願いします。はい、大学で変わったこと、まあ、何が変わったのか、まあ、これはあれですね、高校生の頃から大学生に変わってから何かが変わったということが絶対あると思うので、それをちょっと聞いていきたいと思います。そして質問ももうめちゃくちゃ予想以上にめちゃくちゃ来てるので、拾えるところは拾っていきたいと思います。じゃあ千尋さんどうですか、高校生から大学生になって変わったこと。はい、そうですね、私は高校生の時は部活とか勉強とかしかやってなくて、すいません新しい世界に飛び込もうとかそういう挑戦をあんまりしてこなかったので、大学では興味のあることをいっぱいチャレンジしようと思って、今こういうところで話したり、あと好きなことをやってるサークルとかに入ったりして活動しています。なるほど、結構なんか新しい世界を見に行くというか、うん、あるんですか？なんか例えばどんなことしてますか？そうですね、前日本語教育の、私日本語教育に興味があるんですけど、そこでボランティアを募集していて、それに応募して留学生の方と交流したりということをしました。なるほど、ありがとうございます。でですね、今質問にも来てた友達できるか不安ですってことなんですけど、どうでした、千尋さんはその点、大学に入って。さっきなんかちょっと質問ちらっと見たんですけど、実は私浪人生なんですけど、友達も確かに最初はすごく不安で、本当に馴染めるかなとか思ってたんですけど、友達も自分から声をかけると結構みんな優しくしてくれて、今ではなんかアニメが好きなお友達がたくさんいて、すごく楽しくやっています。なるほど、ありがとうございます。結構自分から声かけに行った感じですか？そうですね、自分からかけまくりました。なるほど、ありがとうございます。まあ友達作りに関してはね、なんかそういう企画とかもこっちでやってるので、それに参加していただければなと思います。では続いて、高校生から大学で変わったこと、レン君どうですか？はい、僕は高校では大学に合格するための勉強というものでしか、まあ、やってこなかったんですけど、はい、大学に来たことによって社会に通ずる勉強が増えて、将来について具体的に考えることが多くなりました。なるほど、社会に通ずる勉強ってなんか結構アバウトな感じですけど、どんなことをしてたんですか？今私は大学でインターンの授業やってて、やっぱりインターンの授業を通して結構
なんかまだインターンには行ってないんですけど、インターンの前にそういうどういうふうな社会のマナーとか そのような勉強をするので結構考えさせられるなと。なるほど。そういう時間割とかっていうのは自分でもう、インターンの日時とかは自分たちでもう電話して決める感じです。ああ、そうなんですね、すごい。ってことで、まあ質問を拾っていきましょうか。せっかくね、時間割は自分で決めるのすごい不安ですみたいなのがあったんですけど、そういうなんかレン君インターンシップとか自分で入れたんですよね、時間割の中に。インターンシップは大学では履修登録というものがあって、最初は苦戦すると思うの、はいはい、思うんですけど、やっぱり友達とかと一緒に会わせたりそういう風にやっていけば全然不安じゃないという。なるほど。じゃあ友達と一緒にインターンシップとかもこう入れていったっていう。はい、そうです。ありがとうございました。時間割はね、自分で組まなきゃいけないっていうことなんですけど、まあ、ある程度同じ学部学科だったらこう決まってるのがあるんですよね。はい。なので、まあ友達と一緒にこう取る授業とかもあると思うので、それで取っていただければ多分大丈夫かなと思います。ありがとうございます。それではどうしようかな、ちょっと1個くらい拾おうかな。あ、せっかくね、今ちょうどぴったりの質問が、大学から始めた習慣とかありますかということなんですけど、ヒカルさん何かありますかね。寮で一人暮らししてるんですけど、一人になると全てが自己責任になっちゃうので、いろんなことを前より記録するようになりました。あ、記録するようになった。例えば家計簿、アプリでレシートこう写真撮って出費がどのくらいとか、はい、掃除いつしたとか、すごい、カレンダーとかに書いていろいろ記録するようになりました。すごい、いいですね。なんか家計簿って僕取ってないんですけど、一人暮らしなのでちょっとあんま良くないですね。ちょっといいですね、そういうアプリがあるんならね、やってみようかなって思いますね。ありがとうございます。大学でね始めた習慣は家計簿ってことで、一人で管理しなきゃいけないくなりますので、一人暮らしの方はってことですね。ありがとうございます。ということで質問いっぱい来てますが、時間の関係上次のトークテーマに行きたいと思います。交通手段について、これはね結構気になってる高校生も多いんじゃないでしょうか。交通手段についてっていうトークテーマでは、まあどこでどう暮らしてるのかと、学校にどんくらいの距離かなみたいなのを答えてもらいたいと思います。じゃあこれもなんかね、十人十色の回答があると思うので、松本くんから、そちらから一つずつ答えてもらっていいですか。はい、そうですね、まあ、私は、一人暮らしをしてるんですけど、だいたい大学からそうですね、自転車で5分ぐらいのところに住んでいます。なので結構そうですね、交通手段としても自転車を使うことが多いかなっていうような感じですね。いいですね、自転車で5分はめちゃくちゃ近い、はい、いいな。遅刻とかしないんですかやっぱり。そうですね、なんか高校の時は結構片道1時間半とかかけて通学していたので、だいぶ通学が楽になったので。なるほど、1時間半も結構長いですけどね。そのギャップがすごいな。まあでも大抵この山形市にやっぱ大学があるので、その周りには結構不動産屋とかもいっぱいあるので充実してますよね、そういういい物件っていうのは。ありがとうございます。じゃあ続いてレン君お願いします。はい、僕は唯一の実家暮らし、ここの中で唯一の実家暮らしなんですけど、自転車で10分かけてここまで行くんですけど、帰りは行きが上りなので、帰りは結構早く5分ぐらいで帰れます。なるほど、ありがとうございます。まあ、実家暮らしはねもうこの上ないですよね。はい新生活準備とかもどうでしたか。もうほぼ何にも準備しないですねいいですね。まあ一人暮らしの良さもあるけど、実家暮らしの良さも結構でかい、はい、もうでかいです。ご飯とかね気にする必要ないもん。何にも変わってないですねありがとうございます。じゃあ続いて中丸さんお願いします。中丸さんにこの質問をねぶつけていきたいと思うので、お願いしますはい、私は一人暮らししていて、さっき自転車で5分ってあったんですけど、私は徒歩5分のところに住んでいます、ね、なるほど。家を選んだポイント、先ほど質問にありましたね、何かありましたか。そうですね、自分最も注目してたのが安さを重視してたんですけど、本当はもうちょっと徒歩20分ぐらいのとこ最初選んでたんですけど、なんかアパート選ぶときにここの方がいいですよって言われて、ここにしたら、まあ、安いのに徒歩5分っていう素晴らしいところでよかったなって思ってます。ありがとうございます。そうですね、めちゃくちゃいいですよね、そこ。結構早い段階であれですか、取ったんですか、そこ。
そうですね、前期入試合格決まって2日、次の日かな、どっちか忘れましたけど、1日2日でもう決めました。ありがとうございます。で、ということで、あ、じゃあ公共交通機関は1本逃すとダメージ大きいですかはすぐ答えられるんですね。でかいです。でかいです多分でかいです。じゃあ、あともう2つくらい質問答えてからこうエンディングみたいな感じに行きましょうか。はい、じゃあ質問いっぱいね、本当にありがとうございます。予想を超える質問なので、じゃあどうしようかな、 どうしよう、なんかありますか。いいですよ、手を挙げてくれれば答えられるやつ、今見てますね。じゃあ、はい、千尋さんお願いします。仙台から通ってる人はいますかみたいな質問があったんですけど、私の友達は半分くらいは仙台からバスで通ってる人がたくさんいます。なるほど、それあれですよね、山形駅からバスか歩きで、その駅までは電車でいいですけど、駅からはどう来てるんですか。それとですね、高速バスなので、あの駅の方じゃないところまで、なるほど、あっちの駅に、仙台から山形に高速バスで来てる人が多いですね。いや本当に電車使うと駅から大学にどう行くのか問題がまた出てくると思うので、すごい遠いんですよ意外と駅から大学って。なので、あ、じゃあ質問ありがとうございました、と回答ありがとうございます。じゃああともう一つくらい何かありますかね。あ、じゃあアルバイト、ひかるさん、はい、いいですか。アルバイトの質問いっぱい来てたんですけど、私は大学の近くっていうよりは住んでるところの近くのコンビニでバイトしてますね。なるほど、はい、コンビニだけですか。と、大学の生協、大学の中でもアルバイトって結構紹介してて、大学のなんか食堂の皿洗いとかのバイトをしてました。いいですね、前期、はい、ありがとうございます。確かに大学の生協っていう組織があって、なんか紹介してくれてるので、アルバイトを大学生向けの、あんまりアルバイトには困らない感じですかね。大学内で探すんだったら結構困らないと思います。はい、ありがとうございます。じゃあそれでは本当にたくさんの質問ありがとうございます、本当に予想以上で、ではちょっと時間なので、じゃあ最後のスライドいいでしょうか。ありがとうございます。ということで最後にとなりましたが、ここでちょっとこのね6人でお話ししてきました、画面の前の皆さんにちょっと最後に何かメッセージをということで、一人一言ずつ松本くんからお願いしていいでしょうか。はい、はい、そうですね、このトークライブで、山形大学の魅力が、少しでも、伝わったのであれば、嬉しいなというふうに思います。大学生、結構いろんなことができるので、どんな大学生活を送りたいかっていうのを、ぜひ、イメージしてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、もう夏休みも終盤なので、ぜひこのなんかこう楽しい思い出で夏休み終わってください。では次、千尋さんお願いします。はい、山形はなんか人がとっても優しくて住みやすい町だと思っています。ぜひ山形に来てください。はい、ありがとうございます。ぜひ来てください。じゃあ続いてレン君お願いします。はい、山形はラーメン大国なのでぜひ食べてくださいはい、ありがとうございます。山形本当にラーメン消費量1位ですよね、確か。はい、もう店もめっちゃ多いです。じゃあぜひね、ラーメン好きな方はもう来てください。じゃあ僕は最後に言うので、一つ飛ばして佐々木さんお願いします。はい、大学生はやりたいことが見つかった時にやれる時間があると思っています。大学生楽しいです。はい、大学生楽しいんですよ。ぜひ山形大学に来てください。いいですね、ありがとうございます。もう楽しいとね、もう語彙力なくなっちゃうじゃあありがとうございました。中丸さんお願いします。はい、大学生いろいろチャレンジできるところだなって思っています。例えば今回のトークライブとかもね、そうですね、はい、なんかいろいろ挑戦させてもらってますし、他にもなんかバイトとかサークルとか、あとはもちろん学部のこととかもね、いろいろ探求できるのがいいなって思ってるので、ぜひいいなって思ってます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に僕が、僕もねちょっと言おうとしてたんですけど、今回こういうふうに、ただの僕学生なんですけど、こういろんなね方々に機会をいただけた山形大学、本当にすごい大好きなので、皆さん
山形大学目指すと決めたらちょっと一途にねしていただければなと思います。じゃあこんな感じでしょうか。あとちょっと言いたかったのが、質問の中にね、僕の声がいいって言ってくれてる人がいて、ちゃんと見逃さなかったのでありがとうございます。はい、ということで今回はこんな感じでトークライブを終了させていただきたいと思います。じゃあ、皆さん一緒に行きましょうか。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。